皆さんおはようございます。エフェボーチャンネルです。えー、本日は12月1日土曜日。えー、12月最初のね、土日も音楽と機材妄想を胸に元気に過ごしてまいりましょう。さて、本日のね、新規発投稿は、かいしさんからのね、ギター用の直列ボード投稿いただきました。誠にありがとうございます。見ていただく通りですね、え、このボードがですね、自作のね、木材で作ったこの巨大なボードの上にですね、え、これでもかっていうぐらいですね、エフェクターが並んでおります。でね、見慣れない大きいエフェクター何かなと思ってみたらですね、ボスの C1 とかですね、え、エレハモのホーリーグライルの初期版とかね、え、手前のこのロスのディストーションとかですね、 えー、もう、今でも動いてるんだ、現役でっていうのはですね、エフェクター,、えー、貴重なエフェクターも乗っかっております。で、さらにですね、今回注目ポイントがですね、今はなきグヤトーンのですね、マイクロシリーズっていうちっちゃいシリーズがあったんですけど、こちらのね、オートワー、かなりエグかかるんですけども、えー、スティービー・サラスというねギタリストのシグネチャーモデル、えー、これね、かなりいいエフェクターですので、中古市場でね、見,見かけましたら皆様方ね、ぜひ一度失踪していただきたいんですけど、こういったモデルも乗っかっていてですね、で、さらにはですね、えー、そのすぐ下には、えー、最新のですね、ボスのワイヤレスシス、テム WL50 も乗っかっていてですね、 本当に新旧織り交ぜてですね、えー、混然一体となったあの自作のボードに仕上がっております。えー、で、よく見るとですね、右下のコルグの中間、中段のところにはね、えー、フェボーのステッカーがなぜか貼られていたりしてですね、本当に一台一台見ていくと楽しいボードに仕上がっております。で、最後にね、えー、かさんのコメント、エフェクターを鳴らすためにギターをやっていますっていうですね、もうなんか余計なコメントはなしで、これ一行だけ、えー、マイページも公開なしみたいな形でですね、えー、投稿いただきました。誠にありがとうございます。ということでね、この土日もね、えー、フェボーをお楽しみいただきつつ、またね、ボード組み上がりましたら投稿いただきたいと思います。ありがとうございました。